皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校1年生の国語、友達のことを知らせようの1時間目の内容です。今日の勉強は、友達に今一番楽しいことを聞く勉強です。もっと知りたいことを聞いたり、 思ったことを言ったりしましょう。とっても大切な勉強なので一生懸命取り組みましょう。今から皆さんが一番楽しいと思っていることの絵が出てきます。やったことはあるかなみんなが楽しくやっていることもあるかな 皆さんが今一番楽しいことは何ですかここには出ていないことが今一番楽しいと感じているお友達もいますよね。今日は友達に今一番楽しいことを聞いていますよ。まず、 友達の話を聞いてみましょう。おさむさんがのりこさんに今一番楽しいことを聞いています。二人のお話が始まりましたよ。聞いてみましょう。今一番楽しいことは何ですか 折り紙を折ることです。休み時間に友達と折っています。おさむさんはしっかりのりこさんに今一番楽しいことを聞くことができましたね。それでは続きも聞いてみましょう。どんなものを 作ることができますか鶴を折ることができます。今は、コマを折り紙で作れるように練習しています。おさむさんは、楽しいことを聞いた後に、どんなものを作れるのか、詳しく聞いていましたね。皆さんも、友達に、 詳しく聞くことができるかなまだまだ続きますよ。今度僕にも鶴の作り方を教えてほしいです。どうやって作り方を知りましたかおばあちゃんに教えてもらいました。答えてくれてありがとう。 おさむさんは質問するだけでなく作り方を教えてほしいと感想も伝えることができていますよね。すごいなぁ。きちんとお礼まで伝えていますね。友達に聞くときの大切なことを確認してみましょう。面白いところ、驚いたところ、 もっと知りたいことを考えながら聞きます。メモを取りながら友達の話を聞きます。二つともとても大切ですね。動画を止めて声に出して読んでみましょう。 今度は皆さんが、めぐみさんに今一番楽しいことを聞いてみましょう。文字では現れないのでよく聞いてくださいね。聞いたことはワークシートにメモを取りましょう。ピアノを弾くことです。 毎週月曜日にピアノを習っています。キラキラ星が弾けます。今はチューリップを練習しています。 ピアノの先生に教えてもらってできるようになりました。皆さん、めぐみさんに今一番楽しいことを聞いてメモを取ることができましたか今日は友達に今一番楽しいことを聞くお勉強でした。 友達に聞くときには、面白いところ、驚いたところ、もっと知りたいことを考えながら聞くことや、メモを取りながら友達の話を聞くことが大切でしたね。皆さんに聞いてもらっためぐみさんもとっても喜んでいるでしょう。 皆さん、最後までよく頑張りましたね。これで、茨城オンラインスタディー、小学校1年生の国語、友達のこと知らせようの、1時間目の学習を終わりにします。